どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回も大紹介やっていきたいと思います。本日はですね、ちょっと活躍させたい、モンスターがおりまして、主役、こちらでございます。氷結界の故障雷鳳おじさん、雷鳳おじさんをちょっとどうしてもちょっと活躍させたくて、こいつの効果強いんですよ。誰も注目しねえこの意味不明なデッキを作りましたので、ちょっとご紹介していきたいと思います。デッキこちら、サイバー流雷鳳。雷鳳おじさんの効果マジでどういう効果かっていうと、もう知らないと思うんで皆さん説明しますけど、このカードがフィールド上に表側表示存在する限り、フィールド上で発動した相手モンスターの効果処理時、相手は手札を1枚捨てることができる。捨てなければその効果は無効化される。つまり相手にモンスターの効果を発動された場合、手札を1枚捨てさせることができる。ハンデスをまあ強要できるということなんですよ。まあ墓地効果とかは止められないんですけども、フィールド上で発動する効果は結構あるので、結構あるんですよ。リバース効果とかでも、もちろん、手札捨てさせることができるんで、結構ねこのハンデスが強いんじゃないかと思って、でこいつを要するに立てる、こいつで制圧するっていうことしたくてこれ本当意味わからんって気になりました。レベル6なのでね、始皇帝の寮母とかでももちろん出せるって。で、サイバー流奥義のプロトサイバードラゴンもまあリリースしてももちろん出せると。でサイバー流ですから基本的には、なのでサイバー流で出せるモンスターも入れていて、まあこれの呪落タイタンとかね、これモンスターと、トラップカードの対象にならないんで、まあ、狡猾とか、まあ、ドンパとかあの辺のカードが効きませんと。で、アンティキアゴーレムは、攻撃する場合は魔法トラップカードの、効果発動できませんよっていうね、カード。この辺が、まあ、メインアタッカーっていうかね。で制圧するモンスターがその雷鳳と、あとこれ、ハゲ、まあ、ハゲってまあ俺っていうか、うん、こいつと、プロトサイバードラゴンを、入れるデッキっていうのはやっぱ相性がいいカードが、このホーリーシャインソウルがね結構相性いいんですよ。墓地の光属性モンスタープロトサイバードラゴン2体を除外すると特殊ができるっていう効果で、これもピン出ししてます。で雷鳳は6なんで、やっぱね雷鳳をなるべく早く立てたいと。相手に動かれてからだと遅いので、なるべく早く立てたい、なる早で可及的速やかに立てたいということで、カバ、いやカバ優秀だね。カバを、3枚積んでると。で始皇帝の寮母とか、コズミックサイクロンとか、銀幕とか、この辺でライフ調整してサイバー流奥義を発動していくと。でですね、防御札としてはエネコンとか狡猾、この辺りですかね。まあ防御札とかこの辺のカードはまあ組み替えて、対戦中に組み替えてるかもしれませんが、だいたいこんな感じでやってました。早速ですね、この雷鳳おじさんのハンデスによる制圧力をお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、気合のはじまきくん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。弓電いいだろ。お、いいぞ。これ先行雷鳳おじさんだぞ。始皇帝の予防効果発動、雷鳳おじさんを普通に召喚、そして、防御札が一応あるからまあなんとかなりそう。2枚セットしてターンエンドだ。雷鳳おじさんはね、基本的にその防御札がないとその攻撃力が2100っていうと介護が必要。うわめんどくせえ、介護が必要なんで。あとも結構さ、これさアビソルって多分それそうだよね。アビソルの効果発動して、オッケーオッケー、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。でそれ捨てて重装兵か、オッケーだろう。で手札に戻す効果に対して、ね、雷鳳の効果で手札を捨てないといけないと。手札めっちゃ捨てさせるっていうね。オッケーオッケー、いいだろう。で狙撃兵の効果、それはじゃあエネコンしようか。オッケー、よーしよしよしよし、いいぞ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 、よしオッケー、いいよ。オッケー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 、強い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 。ドロー、コズミックサイクロン、いいだろう。始皇帝の寮母しようか。始皇帝の寮母して、もう一回雷鳳出そう、もう一発雷鳳で、セット一緒しよう。でここでバトル、さあいけ雷鳳おじさんアタック、加齢臭アタック、ターンエンド。さあおじさんの加齢臭によって相手は手札を1枚捨てなければいけない、非常に厳しい効果を持っている。おじさんの加齢臭ダメじゃないぞ、よしいいだろう。ドロー、蒸気を引きてな、蒸気を引きてでセットして、
硬化か、だから2体出して硬化してもまだ削りきれない、まあ、削りきれないけどライフ取りに行く説もあるけど、とりあえずバトルでいいか、とりあえずこっち殴って、はい、 OK です。 OKOKOK いいよ、狙撃兵か、なるほど。ダイド、おい手札だいぶ下がって大丈夫か、手札の枚数どうした、おいカジキ手札の枚数どうした、手札少ないじゃねえかなかなか。アビソルか、 OK いいだろう、アビソルで、アビソルじゃあの効果発動して OK、 これだって手札2枚判定させるんだ、強くね。で海洋の狙撃兵、まあまあまあ、でもそれでセットカード破壊されるか、それは仕方ねえな。 OK で雷光の効果で手札捨てさせる、よし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 、狙撃兵、まあそれはいいだろう、それはワンチャンスいいだろう、それはさ仕方ない。 OK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  でそれでぶん殴られる、ダメして入る銀幕のミラーボールしていく、よし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 、いける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 ぞ、ライフおじさん、おじさんの持続見せろ。セットしてスキル発動、サイバーリオールだ、よし OK、 やべ、なんか攻撃力下がってる。でこいつをリリースしておじさん出して殴り返されるときついから、守備表示に一応して貫通持ってる人っていないでしょ、海洋系って、海洋デッキって貫通持ってるやついねえな。これで手札0枚相手で、これで手札実質1枚、いや効いてる、来訪で2回捨てさせたのがめっちゃ効いてる。でセット、いいだろ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 いいよ、ドロー、バリキテーブ、何してんの、上級来いや、何してんだよ、仕事の時間2800、 OK 突破できる、 OK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  いける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 ぞいけるぞ、来訪おじさん頑張れ、よし、あれなんだあれなんだ、ボローカード、チェーンあるな、チェーンある、チェーンある、分断とかではない、分断とかではない、いいだろう、狡猾だったらこれは大丈夫。こいつは狡猾キャラだから、いけ現れろジュラックタイタン、もうほんと意味不明すぎるよねこのデッキマジで、何この盤面っていう。でこれ特殊はしない、バトルフェイズ、とりあえず来訪アタック、分断っていうのはないこと分かってる、オッケーオッケー、これが来訪おじさんの実力だぜ。いや、やっと来訪おじさん活躍してくれた、対戦ありがとうございました。さあお相手のことは、ゾウのうんちくんよろしくお願いします、ゆるさんばい、来訪おじさん来てるぞ、いいぞ。カバ、瞬速のカバ、バリキテリム特殊召喚、そしてこいつをリリースしてアドバンス召喚来訪で、カードを1枚セット、ターンエンドだ。さあこれで相手はフィールド上のモンスターの効果を発動するたびに手札を余計に1枚しなければならない、セットか、何デッキだろうな、まあ、なんとか交通サイクちゃいます、交通ビックはしちゃいましょうね、交通ビックサイクロンはしちゃいましょう、それは何ですか、速攻なし OK で、バトル、こいつぶん殴っていく、お電池もいいかな、ほど、ただし来訪の効果いいぞいいぞいいぞ、来訪いいぞ来訪いいぞ、で捨ててさらに太陽電池面の効果で、太陽電池面の効果も発動していくで、来訪の効果、あー強い強い、手札めっちゃ捨てさせる、いやでもただあれだな、墓地肥やしされてんな、墓地肥やされてるぞ、大丈夫か、ちょっと心配だな、ターンエンドで、まあ一応狡猾があるんでなんとかなるかなと思うと、サンダーシーホースいいだろう、それは手札で発動する効果が、来訪の来訪おじさんの効果は使わえない、でサンダーシーホースで、サンダーシーホースを手札に加える、なるほど、で、それはそれはやらせちゃダメ、それはやらせちゃダメ、ここと、ここ破壊していく、オッケー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 、ただあれだったな、今言うてスナイプストーカーも効果発動するとき手札しなきゃいけないんだろうね、スキル発動していく、はい、でさらに普通に召喚していく、 OK でバトルフェイズ食らえ、これが来訪おじさんの制圧力、来訪ビートだ、ダイレクトアタック来訪強いぞ、みんな来訪使ってあげてくれ、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、俺は
勝利。とりあえず始皇帝の領母を攻撃と、そして始皇帝の領母を攻撃と、千来ポイントを払うことによって雷光おじさんを攻撃強で召喚。カードを2枚セット、あ、これ強いぞ、この盤面は強い、勝ったな。対戦よろしくお願いします。雷光おじさんを先行でただ立ってた時すごい強いぞ。魂のカード、なるほど、魂のカード、マーキュリーか。もうなんか魂のカードって、ま、今マーキュリーしか思い浮かばないんだけど、うわ、マーキュリーだ。ザ・トリッピング片発でウーマンだわ。セットしている、もうクリボートがいるから面倒くさいんだね。まあまあそれはいいでしょう。ゾロカード雷鳳、おー強いぞ。とりあえずじゃあちょっと雷鳳おじさんもう一体縦に行こう。で雷鳳おじさん縦に行くで、ここはサイバーリューなんだよな多分。バトルとりあえず2100は与えに行こう。2100は与えに行こう。2100与えに行く、オッケーいいだろう。でもう一発2100与えに行く、増え、なるほど、まあ手に加えてみたいなこと。はいはい、オッケーです。マックロクロスケさんね、オッケーです。だからこれは通らない、これはダメージ計算時にマックロクロスケ効果発動。はい、オッケーです、了解です。ターンエンド、このターンしのぎ、しのぎ切ってくれ、頼む、やめろ。あでも意外といける。これ銀幕発動できる、あこれ意外といけんじゃん、これ意外といけんのでは、意外といけるのでは、これ意外と、やだー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 、おじさんやだー。おじさん。